愛生会内科、婦人科クリニックは、日本の埼玉県久喜市にある診療所。開設者は、医療法人、愛生会。1899年に、宮本倍五郎が開設した、久喜眼科病院を源流とする。1939年に倍五郎の三男、金が、中宮の本に院を開業し、1946年に、厚生省の認可を受けて、 中宮の本病院を開設する。1950年、新館の落成に伴い、愛生会病院へ改名した。2001年に病棟を全面改築する。その後、2015年までに、現在の愛生会内科、婦人科クリニックに改名している。区域駅周辺には、本院の他にも、新井病院や土屋小児病院、新区域総合病院など多くの病院が立地している。 本院のウェブサイトは、1998年に、当時の院長の宮本浩輝が自作により解説し、2001年に、病棟を改築した際に、若干のマイナーチェンジが行われた以外、ほとんど解説時の状態を止めていた。サイケデリックな色使いや、GIF アニメーションを多用したデザインが、インターネット例明期を忍ばせるとして、電子掲示板にチャンネルで注目されて、 パロディフラッシュが作られるなど人気を博し、一部ではインターネットの遺産とも呼ばれていた。ジャスラックから警告を受ける2005年までは、テレビドラマ、太陽に吠えろ、のメインテーマのミディデータが無断で使用されていた。2013年5月、委員長の次男で、クラブジャズバンドブルースイングのドラマーである、宮本、ブータン千秋が、ツイッターにおいて、 委員長が2ヶ月以内にサイトを閉鎖すると発表したと明らかにし、閉鎖を惜しむ声が相次いだ。この反響の大きさに対し、千秋は自身のブログでネットで話題になる前から家族や職員が反対していたエピソードを交え、閉鎖の具体的な日時が分かり次第改めて報告する旨を告知していたが、それがなされることはなく、同年7月1日には403エラー法微分の 表示になり、閉鎖された。パロディとして、2002年に、プレイステーション2で発売された、テレビゲーム、悪大感に、妄想伝のミニゲームで本因の公式サイトを、オマージュした BGM や招き猫の画像が使われており、2014年放送の、テレビアニメ、健全ロボ大見ガラーの、公式サイトが、同年3月にリニューアルした際には、当サイトをイメージしたデザインなどが使われている。 その後、2015年に新しく本院のウェブサイトが公開されたが、ごく普通のデザインとなっている。なお、QHP のアドレスドメインは、本院のホームページには引き継がれなかった。このアドレスは、秋田県和野市にある保育園、特別養護老人ホームを運営する、社会福祉法人、愛生会が現在取得し運営している。愛生会を名乗る団体は病院に限らず、全国に、 いくつかあり、この法人もその一つであるが、本院とは関わりのない別のグループである。ありがとうございます。